にちは、ダイレクトな社長の広島です。今回は福山雅治さんの家族になろうよのピアノ弾き語り方法を紹介したいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。この楽曲のキーは A フラットキーになります。では A メロの部分からやっていきましょう。 A メロの100年経っても好きでいてね、みんなの前で困らせたりという部分からやっていきましょう。まず最初のコードは A フラット、左手が A フラット、右手は C、 E フラット、 A フラット、そして次が E フラット、左手が E フラット、右手は B フラ、そして E フラ、G、そして次が F マイナーセブンス、左手が F、そして右手は C、E フラット、A フラットになります。そして次の E フラット分の F マイナーセブンスは、右手はこの C、E フラット、A フラットをキープしたまま、左手を F から E フラットに変えてあげてください。そして次は D フラット、左手がD フラット、そして右手は D フラット、F、そして A フラット、そして D フラット、そして次に A フラットになるんですが、メロディーが入ります。というメロディーが入ってきます。コードとしては A フラットなんですが、メロディーとしてまず G、A フラット、そしてE フラット、F、そして次は D フラット、E フラット、そして C、B フラット、そしてここでコードが E フラットに変わって、最後にタンタナナと E フラット、F、そして A フラットというメロディーが入ります。右手だけでいくと、そしてコードをつけるとというふうに入っていきます。そしてもう一度 A フラットを繰り返しですね。この B メロに向かうところはメロディーが変わって、このようにF、E フラット、C、そして B フラットというふうに、そして B メロに入るという流れになります。ではまず A メロの流れをピアノのみで弾いてみたいと思います。そしてここから B メロに行く流れになります。では B メロの流れをやっていきましょう。 B メロのどれほど深く信じ合ってもわからないこともあるでしょうという流れをやっていきましょう。まずは D フラットメジャーセブンス、左手で D フラット、そして右手では C、F、そして A フラット、そして E フラット、左は E フラット、右手は B フラット、E フラット、G、そして C マイナーセブンス、左手が C、そして右手はこの B フラ、E フラ、G をキープしたまま、そして F マイナーセブンス、左手が F、右手は C、E フラット、A フラット、そして D フラットメジャーセブンス、 E フラット、そして次の A フラットのところですがという流れになります。まずは A フラットを弾きます。左手で A フラット、右手で C、 E フラット、 A フラット、そこでメロディの C、 E フラ、 A フラット、 C、
これをと入れたら次は A フラット分の G フラット、左手は A フラットをキープしたまま、右手は D フラット G フラット B フラット、そして次には A フラットに戻します。右手が E フラ A フラット C、このように弾くことで、セブンスから E フラット、そして C マイナーセブンスから F マイナーセブンス、そして次のコードは B フラットマイナー、左手が B フラット、そして右手が B フラット D フラット F、 そして D 分の B フラット、左手が D、 右手は B フラ D F、 そして次が E フラット分の D フラット、左手が E フラット、そして右手は D フラット F、 そして A フラット、そして E フラット、左手は E フラットのまま右手を B フラ E フラット G と弾きます。そしてここでまた決めのメロディーが入ります。このように B フラット C を単体で弾いて、そしてというふうに D フラット、左手が D フラ、右手は D フラ、F、A フラット、そして C マイナーセブンス、左手が C、右手は B フラ、E フラ、G、そして次が B フラットマイナーセブンス、左手が B フラット、右手は D フラ、F、A フラット、そして E フラット分の D フラット、左手が E フラット、そして右手は D フラ、F、そして A フラット、これが B メロの流れになります。一度ゆっくりピアノのみで弾いてみましょう。それではサビの流れをやってみましょう。サビのいつかお父さんみたいに大きな背中で、いつかお母さんみたいに静かな優しさで、どんなことも超えてゆける家族になろうよという流れをやってみましょう。まずは A フラット、左手が A フラ、右手は C、 E フラット A フラット1小節、そして C セブンス、左手で C、 右手では B フラット E、 そして G、 そして次は F マイナーセブンス、左手が F、 右手は C、 そして E フラット A フラット、マイナーセブンスから A フラットセブンス、これは D フラットメジャーセブンスに向かうための2-5ですね。 E フラットマイナーセブンスは左手で E フラット、右手では B フラ D フラ G フラ、そして A フラットセブンス、左手で A フラット、右手では C、 E フラット G フラット、そして D フラットメジャーセブンス、左手で D フラット、右手は C、そして F、A フラット、そして E フラット、左手で E フラット、右手で B フラ、E フラ、G、そして次の E 分の C セブンス、左手で E、右手では B フラット、E、G、そして F マイナーセブンス、左手で F、右手では C、E フラット、A フラット、そして B フラットマイナーセブンス、左手で B フラット、右手では D フラット、F、そして A フラット、そして E
フラット分の B フラット、右手はキープしたまま左手を E フラットに変えてください。そして A フラット、これでサビのコード進行が弾けるようになります。ではピアノのみで一度やってみましょう。家族になろうよの弾き語りを楽しめると思います。ぜひ挑戦してみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。